皆さんこんにちは、大ちゃんがんばチャンネルです。今日ははい、今日はですね、これヤフオクで買いました。1泊1900円で2パックで、UR 以上が確定だそうです。はい、はい、で、ラインナップがこんな感じ、やっぱ仮面、銀箔と赤箔、ブルベジット、まあその他、オーザル、ラリツ、ターブル、ロゼ、メタルクーラー、セルゼノ、ヤムチャ、スーパーウブとか、クロー仮面、この辺が高レートなのかな。あとヒットもありますね。で、こちらはまあそんなに高レートっていうのはないのかな、ですかね。はい、じゃあ狙いは、うん、このブロリーまだ持ってないやつ。ほうほうほう、ね、この下にこのブロリーね、ちょっと見づらいけど、これを狙いでいきますか。はい、ブロリーもある。あとは、え、あとこっちの中だよね、うん、ブルー将軍、ブルー将軍あるやん。あ、いや、でももう一枚欲しい。ほんと、あの封筒切れちゃった。はい、いっか。はい、じゃあじゃん。はい、え、お、なにこれ、おまけか。おまけがついていて、そして2パック、赤字やん。どうなんでしょうね。はい、ではこの2パックで、ブルー将軍と、あとさっきのブロリーね、 3D の。そうで、おまけをまず見てみましょう。孫悟空 GT のスレア、トランクス青年期スレア、ビルススレア、あ、3枚ね。はい、これがおまけで入ってました。ありがとうございます。そして、この2パックのうちどれいきますか。どれでもいいか。はい、いきますよ。ほら、さっきさ、スリーブ重なってたよ。スリーブ重なった、ほら。あ、本当？はい、では3枚構成だよ、さっき重なってた。はい、3枚以上入ってますね、これ。金スリーブで当たるかも。どうなんでしょう。お、あ、持ってない。はい、悟空ね、キャンペーンですね。これはゴッドミッション4弾のキャンペーン。はい、そしてゴテンクス青年期。じゃあ裏から行こうか。じゃじゃん、ゴテンクス青年期、これゴッドミッション3弾。はい、はい、で次が、あ、まあ大丈夫。うん、おー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 、店頭無料配布の UR ですね。今度店頭無料配布の UR ありますよね。ほほほ、すごい。じゃあターレス で5枚構成か。3、2、1、ドン。お、え、またこれスリアだよ。いや、星4だよ。え、シクレ、え、シクレだよ。絵柄がスリアかと思った。傷が若干あるかなぐらいで。下やばい。え、これか。あ、やばいな。1900円。まあいいか。スリア見た感じがする。そうだね、でもシクレです。じゃあこれとこれ合わせて、これ少しレートが上がったよね。はい、はい、でいいんじゃない。1900円で、まあまあシクレ、うん、これがいいんじゃないか。うん、はい、では、2パック目、これ嬉しいね。ね、はい、2パック目いきますよ。5枚構成か。うん、5枚構成らしい。3枚目に、UR だか、うん、ドン。あ、これも金スリーブなんだね。持った当たるかも。ドン、ザマスで、ベビー少年隊。ザマスはキャンペーンなのね。はい、おー、いいね。スーパーエナジーのね、スーパードラゴンボールヒーローズ1弾で、次がなんだこれ、なんだこれ。あ、はい、これが、ギャラクシーの7弾のスレアね。はい、はい、そしてこれをめくっていって、ベビー少年隊で次が、次が
さやくまん。せーの、3、2、1、ドン、オー。おおーって2人行っちゃった。おおだ、おおしくれだ、すげえ。ということで、3800円でいかがなもんだろうか。わかんない、セルゼノの傷、トントンぐらいかな。あ、セルゼノの傷だけちょっと確認しよっか。セルゼノは欠けてんの、どう、大丈夫そうか。大丈夫。ってことはこれ3000円、これは備品だ。3000円じゃん。3000円だったっけ。セルゼノね、レートが上がってきてんだよ。すげえ。あ、ちょっとスリーブに入れていい、結構いいんではないですか。1900円でこれシュクレが2枚なんていいんじゃん。はい、うん、しかもセルゼノ当たりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ皆さん、ここに URL 貼っときますので、ま、買いたい方そちらから飛んでください。はい、では終わりにします。これで紹介を終わります。 See you! グッバイ、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。バイバイ、また見てね。